援護は任せろ。必殺ゴムゴムの火炎武士ピストラ無機。じゃあそこに輪になって並んで。何なんだよリム。黙って手をつないで。つないだぞ。本当は私が触れるか、私に触れているだけで戻せるんだけど、こんな風に繋がっていれば一度で済むわ。うわー！記憶とは違う展開を見せる世界に苦戦する麦わらの一味。それでも仲間との絆を力に変え、クロコダイルを打ち倒した。そして島に戻った彼らの前に新たなる巨像が立ちふさがる。リム、別に心配いらないわ。もう戻ってきたのか。まだ半日も経ってないじゃねえか。その様子だとうまくいったみたいだな。半日だと。メモリアと現実の世界では時間の長さが違うの。さて、俺からも朗報がある。でかいキューブを持っているはずの巨像の居場所を見つけたぜ。準備ができたら出発しよう。声をかけてくれ。なんだこれ、変な顔してるぞ。何かの装置か。危ねえ装置じゃねえだろうな。チョッパー触るなよ。わかった。この島に昔からある何かの合成機だそうだが、動かせないって、壊れてるのか。さあ、俺にはさっぱりだ。そうか。じゃあリムちゃんに聞いてみるか。リムさんはどちらに行かれたのですかね。私ならここにいるわ。かわいい。これは昔っく合成機、キューブの情報を合成する機械よ。名前はムクチー。それでそのムクチーは何を合成すんだ。説明するわ。すげえ技術だが、どういう原理なんだ。さあ、ムクチーは昔からあるけど私にはわからないわ。合成の理屈はこいつを作ったやつにしかわかんねえってことか。それに今は動かすことさえできないわ。アディオのやつもそう言ってたな。使える人がいないの。ムクチーは訓練されて息の合った二人にしか使えないから。腕が四本あれば一人で使えたかもね。一人なら息を合わす必要もないし。ある、4本あればいいのかしら。あら。宴だ。待てアリオ。ん？どうした？
巨像の居場所、あんたどうやって見つけたんだ？簡単なことだ。場所の目星はついていたんだが、今までは入る鍵がなかったのさ。都合よく鍵が見つかったってのか？どうも話がって…そうでもねえぜ。イカズチの巨像が落とした赤い玉があった。納得できたなら行こうか。次の巨像がいる。さあ。こいつだ。見てろよ。着いたぜ。砂塵の遺構だ。ここの結界は、見りゃわかるよな。またかよ。龍砂はアラバスタで見飽きたぜ。サンディ砂漠の龍砂より規模は小さいけど、それより流れは速いみたいね。脅威の度合いとしては五分かしら。そうだ、いい考えがある。なんだルフィ、なんか思いついたのか？まずはリムのところに戻ろう。それじゃあ龍砂を超えるために思い出の世界から連れてくるっていうの？面白いだろ。ある程度のものや動物くらいであれば。待て待て、どういうことだよ。思い出の中から何か持ち出すってのか？いや、そもそも思い出の中から持ち出すなんてことができるのか？キューブに変えることで持ち出せるようになるの。ものによっては持ち出しておける時間に制限。じゃあ大丈夫だな。よし、行くぞ。引っ越しクラブを連れて行くだと？ああ、いい考えだろ。お、着いたのか？今回は俺とルフィと。なんでまた俺なんだよ。そんなの知るわけねえだろ。ひとまず例の輪を探すぞ。どこだ？輪！ちょっと待て、ルフィ。闇雲に動いても見つかるとは思えねえ。だが分からねえなら勘で行くしかねえだろ。よーし、ルフィ。ゾロと反対方向へ進むぞ。おう。なんでだよ！ところであんたたち、ひょっとして麦わらの一味か？おう、なんでわかったんだ？手配書を見たこともあるし、わかるさ。こんなところで有名人に出会えるなんて光栄だよ。特別にこれはタダでやる。持ってってくれ。これってキノコか？ああ、砂漠地帯に生える珍しいもんだ。非常食にもなるし味もいい。ぜひ食べてくれ。そりゃいいな。受け取っておく。なあ、一つ聞きてんだが、叶えてほしい願いとかねえか？願い？突然妙なことを聞くな。俺様は冒険で出会ったやつの願いを聞くのが趣味なのさ。ロマンがあるだろう。願いね。強いて言うなら、そのキノコを海賊狩りのゾロに食べてもらうことかな。あんたのお墨付きともなれば飛ぶように売れる可能性もあるだろうし。おっと、そろそろ仕入れの時間だ。俺は失礼するよ。お、仕入れも済んでないのに開店してたのか？ああ、ちょっと気が早かったかもな。とりあえず俺は行くよ。じゃあな。
このキノコをゾロが食べるだけでほつれが解消されるのか。案外簡単だな。肉が良かったな。もらえただけ良かったじゃねえか。でも見たことねえキノコだし、一応ちゃんと調べた方がいいかもしれねえ。そうか。まあ多分大丈夫だろ。おいおいお前ら、あんな怪しいやつからもらったキノコなんて。もう食っちまったぞ。何？吐き出せゾロ。んなことできるわけ。ゾロ。おい、しっかりしろゾロ。キノコそんなにまずかったのか。いや、多分これは毒キノコだったんだ。とにかくすぐに薬を作らねえと。どうすんだ。確か前にチョッパーが。アラバスタには解毒剤に使える苔があるんだ。へえ、そりゃ便利だな。もし俺がいない時に毒に当たった時はまずこの苔を使うんだぞ。そうだ、解毒効果のある苔だ。海辺で繁殖してるってチョッパーに聞いたことがある。この辺りで海って言えば西の入り江だ。わかった、西の入り江だな。おい待てルフィ、お前どんな苔か分かってんだろうな。任しとけ。本当か。俺はここでゾロを見てるから。まつげ、久しぶりだな。俺苔を探してんだ。ブーブー、この近くに苔があるはずなんだ。仲間が大変なんだ。苔の場所を教えてくれ。これがウソップの言ってた苔か。ありがとうな、マツケ。よし、これでゾロが助かるはずだ。急いでウソップとゾロのところに戻らねえと。海賊狩りのゾロとその仲間の首もらったぜ。海賊狩りが倒れてる、今がチャンスだ。ルフィ、早く戻ってきてくれ。ウソップ、ルフィ、押せよ。悪い、でも苔は取ってきたぞ。そうか、でかした。仲間が一人増えたところで何だってんだ。やれ、うわ。来るぞルフィ。おう。必殺解放し。まだだ。やるか。ゴムゴムのバズーカ。まだだ。いや、くそ。おい、
俺が相手だ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。よし、飯にしよう。どっかに肉ねえのか。ゾロ、これを飲め。ルフィが取ってきてくれた薬だ。もう大丈夫だからな。おお、目が覚めたか。気分はどうだ、ゾロ。ああ、よく寝た。いや、のんきすぎるわ。お前、毒で倒れて死にそうだったんだぞ。そうだったのか。覚えてねえのかよ。お前が倒れた後大変だったんだからな。ルフィは苔を探しに走って、俺は賞金稼ぎたちに襲われるしよ。そうか、そりゃ悪かった。ゾロ、もう大丈夫だな。迷惑かけたな、船長。よかった。お前、俺たちに毒キノコを渡してきた商人じゃねえか。よかったってどういう意味だよ。それはなんだ。俺たちメモリアに戻ってきたのか。その通りよ。お帰りなさい。やけに中途半端なタイミングで戻ってきちまったな。すごいな、ちゃんと解毒できてるぞ。でも毒を持った商人がそんなことを言うなんておかしな話だ。絶対なんかあるよな。ああ、あんた分かってないでしょ。あいつの事情に興味はねえが、直接本人に聞けばわかるだろう。力もまだ取り戻せてねえ。おい、あいつあの商人じゃねえか。ひとまず声をかけてみるか。だから俺はもうやめるって言ってるじゃないか。ああ、何言ってんだお前。アニキンさんの弟だから使ってやってるのに調子乗りやがって、金やら。お前たちももうこんなことはやめるんだ。てめえ、どの口が言いやがる。どうやら痛い目に遭いてえようだな。覚悟しろや。おい、な、てめえらは麦わらの一味。このさん、仲間だったんじゃねえのか。うるせえ、てめえには関係ねえだろ。俺たちを邪魔しよってんなら、てめえ。おいおい、お前ら一度俺たちに負けてるだろう。そんなの関係ねえ。覚悟し、お前らがその気なら受けて立つぞ。二刀流、いよい。
正門。まだだ。ほっ。体が。よし、かかってこい。ゴムゴムのストーム。まだ、まだ。悪いが、加減するつもりはねえ。三刀流、百八ポンド砲。運ぼれはねえが、まだ修行が足りねえな。どうして俺を助けた？あいつらが気に食わなかっただけだ。まあこういうやつだ。あんまり考えすぎない方がいいぞ。この前は悪かった。許してくれ。んなことはもうどうでもいいんだよ。いや、よくはないだろ。それよりお前が言ってた良かったってのはどういう意味だ？毒キノコを渡してきたのはお前なのに、ゾロが助かってホッとしてただろう。まあさっきのやりとり見てたらなんとなく察しはつくが、本当はあんなことはしたくなかったんだ。なんか理由があんのか？最初はその日の食い物にも困る生活から抜け出そうと。兄貴は昔から体が丈夫で喧嘩にも強くて、ある程度の海賊になら勝つこともできた。そいつらを捕まえて海軍に引き渡す。俺は兄貴の手伝いをして生活費が稼げればそれでよかったんだ。じゃあ最初は兄ちゃんと二人で賞金稼ぎをやってたってことか？ああ、そうしてるうちにいつの間にかその辺の荒くれ者たちが集まってきた。兄貴はそいつらを束ねるようになって欲深になっていった。そして今回みたいな卑怯な手口を使ったり、海賊以外の金持ちも襲うようになったんだ。そりゃもう賞金稼ぎじゃなくてただの賊だな。ああ、俺はもうこんな生活は嫌だ。兄貴にも早く足を洗ってほしい。兄貴にはちゃんと言ったのか？もちろん言ったさ。でも聞く耳を持ってくれなかった。だからって俺に兄貴を見放すことはできない。恥を承知で頼む。兄貴を止めるのを手伝ってくれ。そう言われてもな。こいつの願いを叶えねえと俺たちの力も戻らねえ。まあ一番迷惑かけられたお前がそう言うなら。よし、おっさんの兄ちゃんを止めりゃいいんだな。そういや、おっさんの兄ちゃんはどこにいるんだ？兄貴は仲間を引き連れてこの町に戻ってきてる。今は確か南の裏通りあたりにいるはずだ。よし、さっさと行くぞ。ゾロ、お前は迷うんだから前歩くんじゃねえ。港へ行く道の途中に噴水があっただろ。それが分かってりゃ迷わねえよ。あ、おめえにそんな知恵があったとは。そういえばシャボンディ諸島でも似たような知恵を絞ってたな。すまねえゾロ、疑っちまった。よし、行くぞお前ら。お前ら。
に堂々と話しかけてんだ。こいつら麦わらの一味だ。何？毒で倒れてるんじゃねえのかよ。知らねえよ。つうか、なんでお前がそいつらと一緒にいるんだ。俺はもうこんなことは終わりにする。ああ、何言ってんだ。俺たちを裏切るってのか。裏切るわけじゃない。もうやめるって言ってるんだ。そんなこと本当にできると思ってんのかよ。よし。任せろ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。まだだ。これだ。刃こぼれすら己の恥だ。一刀流、いよい、シッソンソン。俺は戦士だ。みっともない姿は見せねえ。必殺カエルボス。これだ。邪魔だ。ゴムゴムのガトリンだ。狙いは外さねえ。俺たちの勝ちだ。おいおい、こりゃ何の騒ぎだ。兄貴、ようやくお出ましか。こいつがおっさんの兄ちゃんか。お前どうして麦わらの一味と一緒にいるんだ。兄貴、こんなことはもうやめよう。これからは商人として真っ当に。はあ、笑わせるな。この間もそんなこと言ってたが、大体誰のために俺がこうして賞金稼ぎをやってると思ってんだ。これまでのことは感謝してる。でも海賊以外の人まで襲うなんて。うるせえ。この世、そんな。こいつ全然話を聞かない。弟がこんなに必死になってんのに。話を聞かねえのはそこの愚弟の方だろ。そんなこの分からずやが。いいだろう、叩きのめしてしつけ直してやる。そんなこと俺たちがさせねえ。笑わせる。こっちには数がいるんだ。あっちがその気なら俺たちは相手してやるだけだ。この感覚は。ああ、力が湧いてくる。よし、行くぞお前ら。試してみるか。三刀流奥義、三千世界。まだだ。ついて。こいつ強えな。
ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィング。ウソップ様の出番で。必殺カエルボス。やりやがったな。もらったぜ。やらせねえよ。昔はもっと嘘をぶちかましたもんなのに、今やそれができちまう。こいつ根性あるな。弟の言ってた通りの丈夫さだったぜ。兄貴、こんなにボロボロになったのはいつ以来だろうな。俺の負けだ。俺たちはもう飢えてただけの子供じゃない。だからお願いだよ兄貴。くそ、わかったよ。俺だって引くに引けなくなっただけだ。お前にそんな顔をさせたいわけじゃなかったんだ。兄貴、よかったなおっさん。ああ、本当に本当にいいってことよ。弟に感謝するんだな。ああ。うお。お帰りなさい。今度も無事に記憶のほつれを直せたみたいね。なんか大変だったけどな。でも、おっさんたちが仲直りできてよかった。あれってそういう話だったか？俺の方はいつでもいいぞ。三刀流百八ポンド砲。やるじゃねえか。さあガツンとかますわよ。サンダーランスクーポン。やるな。必殺火の鳥星。サンダーボルト点火。いっぺんに行くぞ。ゴムゴムのストーム。よし、かかってこい。ギアセカンド、ゴムゴムのバズーカ。覚悟しろ。一刀流、いよい、シッソンソン。
だまだ。射出火炎星。やってやろうじゃない。サンダーランス電波。行くぞ。おう、援護は任せろ。必殺ゴムゴムの殺し火炎星ピストル無機。リム、早速箱にしてくれ。こんなの無理だわ。大きすぎる。できねえのか。こんな大きいもの、常識的に考えて無理でしょう。大きすぎてて、キューブにする端から時間切れで消えてしまうわ。いい考えだと思ったのにな。大きさか。そうだルフィ、あいつなら大丈夫じゃないかな。きっと俺たちを助けてくれるぞ。あいつって誰だ。総裁殿の地下にいたコガニーだよ。なるほどな。あいつなら大きさもちょうどいいかもな。そうか、それならそいつを連れて行こう。噂は聞いているっす。ぜひ出会わせ願うっす。だってシュッシュッシュ、いいぞやろう。ちょっとルフィ、本当にやるの。ああやる。はあ、わかったわ。やるか。セカンド、ゴムゴムのジャックウィッ。邪魔だ。ゴムゴムのガソリンだ。やるぞ。先に進む。見事っす。俺の負けっす。よし、よくやったルフィ。全て俺の教えた通りだ。そうなのか。ウソップすげー。修行してウソップとも戦いたいって言ってるぞ。おう、また機会があればな。今回は力を見せられなくて残念だ。はいはい。クオー、あんたたちが噂の海賊っすね。他の仲間からあんたたちの話を聞いているっす。いざ尋常に勝負っす。
前に戦った奴らとは別なんだな。そうだ、よかったなウソップ、今度こそ力を見せるチャンスだぞ。え、いや俺は。そうなのか。じゃあウソップ頑張れ。いや待て待て、見るからにさっきのやつより強そうじゃねえか。よかったわね、活躍のチャンスよ。ナミお前。お前を倒す三段はつけてきた。必殺カエボシ。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。腹が減って力が出ねえ。トップグリーンの多彩性見せてやる。必殺ヒロトリボシ。トップグリーンの多彩性見せてやる。ウソップ。ここまでか。腹が減って力が出ねえ。お前を倒す三段はつけてきた。ウソップゴールデンパウダー。昔はもっと嘘をぶちかましたもんなのに、今やそれができちまう。見事っす。俺の負けっす。あんたの弟子になるっす。そしてもっと修行するっす。はあ、キリがないわね。もうやらねえ。誰か俺の治療をしてくれ。はあ、手合わせをって言ってるぞ。どうするルフィ。よし、いいぞ。俺の出番か。三刀流奥義三千世界。ウソップ様の出番で。必殺カエボシ。邪魔だ。ゴムゴムのブレッド。サンダーランスケンポン。
俺様は勇敢なる海の戦士、キャプテンウソップ。できることなら何でも協力するよって言ってるぞ。そう、助かるわ。早速協力してもらいましょう。リム、お願い。よし、あとはもう帰るだけだな。頼むぜリム。すぐには戻れない。最初の港町のメモリアキューブがあるところまで戻らないといけないわ。メモリアからキューブを持ち出すにはそうしないといけないの。なんだよ、またあの砂漠を越えるのか。分かってりゃそのメモリアキューブをここまで持ってきたってのに。ダメよ、メモリアキューブはこの世界を作ってるキューブなの。壊れでもダメだぞウソップ、そのキューブに触れちゃ。俺はキューブに触っちゃいけない病だった。よし、じゃあ港に戻るぞ。あれがメモリアキューブ。メモリアキューブがあるとコガニーのキューブを持ち出せるのか。そうね、まずはキューブを引き寄せるわ。うわー、でっけえキューブが落ちてきた。どうすんだよリム、あのキューブが壊れたらメモリアは大変なことになるんだろう。落ち着いて、大丈夫よ。嘘だろ、キューブが縮んじまった。かなり小さくなりやがったな。ここにさっきのキューブを入れると。メガニーのキューブが吸い込まれていくぞ。不思議なもんだな。これでいいのか。そう、これでいいわ。